いや今日は大量やで、明日も行くやろ。ほんで2時57分準備 OK。 2020年11月5日5のつく日でございます。タクムネ絶対大量、なんでかわかんねえけどタクムネはわかるんちゃう。自信があるの。マナガツオも出てきたしな、タチウオもまたドンブラゴードンブラゴーってきたしな、タチウオいっぱい、チョウチョいっぱい、絶対取れると、もうなんでか知らんけど自信はあるんじゃ。行くぞ。いつ見ても綺麗じゃろ。ピピピピってメインスイッチの音が鳴ってな、ディーゼルがポポ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 ってかかるんじゃ。なんか力が湧いてくるの、かっこいいじゃろ。鳥肌立つぞ。見よ、このお月さん、満月からな、ちょっとずつ欠けてきたんじゃ。満月から3日か4日ぐらい経っとるんかな、ちょっと欠けてきただろ。だから絶対な、大量なんだ。なんでかわかんないけど自信はあるぞ。朝一の網やると、狙いはタイじゃ。タイが大量じゃ。大量の予感しかしないの。さっきな、近くの仲間の船かな、タイ、タイだったの。いけすに3つとか言っとった。3つって言ったら4つあるの、4つって言ったら5つあるの。とにかくな、パンに3つも4つも入っとったらしいよ。大量ちゃ。タイがバシャバシャ見えとるの。タイじゃ、タイじゃ、おめでたいのタイじゃ。よし、手であげることはできんぐらい入っとるの。グレーンを使うと、グレーンを行くぞ。網も傷んでなかったしな、タイもちょっと取れたしな、朝一の網としたらよかったの。タグ名の見たところな、推定タイだけでの値段で5、6万かの。まあ朝一で5、6万取ったらマシな方での。よかったよかった。次だ、次、次の網どこ行くんかの。頑張るぞ。気になったハムは太いな、値段は安いんだけどうまいぞ。次の網もな、似たようなところもう一度するんじゃ。もう一度タイ入ってくれたらいいんだけどな。頼むぞタイ。分かったタイ。
スイタクロタ、スイタ、空っぽっていう意味じゃ、スイタクロタ、タイがなかった。愛があるところやったんじゃ。次はな、仲間の船がな、タチウオがたくさん取れたって聞いたんでな、走ってきた。そして今網やったとこなんじゃ。いつも仲良し、海南で居酒屋しておるトトロじゃ。いつも隣に船がある、隣のトトロじゃ。朝食タイムじゃ。なりたいた。え、口。朝からな、うまいからな、ご飯3杯ぐらい食べるんじゃ。家ではそんなに朝は食べんのでな、船に乗ったら食べるんだわ、タコもね。太ったの？でな、この間から網を作っとるんじゃ。筒って言ってな、一番最後の部分じゃ。そこをな、キュッと絞った感じのお尻にしたわけなんだ。お尻がキュッと絞ったっていうことはな、網がな、小さくなるわけ。小さくなるっていうことはな、ちょっとスピードが出るわけなんじゃ。漕ぎながらスピードが出ると、やっぱりマナガツオとかな、タイとか取るんであればな、スピードが出た方がいいわけなんじゃ、網を漕いどるときにな。だから尻がちょっとちっちゃいお尻のタッチ網じゃ。よし、腹いっぱいになったし、3回目の網あげるぞ。周りの船はな、タチウオがたくさん入っとるっちゅう取ったからな、久しぶりじゃのタチウオ取るぞ。タチウオって言うたあの歌歌わないけんの、やっぱり聞きたいだろみんなもな。タチウオってお経みたいだ。ごめんごめん、無理やり聞かせたった。ちょうどな、最初の大漁がな、10月1日あのお月さんが大きかった時じゃ。あの時なタチウオが大漁だったからな。でもあの時のタチウオはな、細かかった、もっと細かったんだ。でおよそ1ヶ月経ってな、見たらな、一回りも二回りも大きくなってな、ドラゴン級のタチウオっていうのはな、めったにない、あんなはほとんどなかったけど、細かい割にな、みんなある一定の太さだった。むちゃむちゃ細いのは少なかった。
だんだんとこういう風にな、1ヶ月経ったら大きくなるんじゃろう、タチウオ。GoPro AV 撮影。ほか。入るろ、今の声。4回目の網あげるぞ。しゃ。たくもでもな、網引きたくなったんでな、網を引かせてもらった。で首からな、GoPro。GoPro で今撮っておるんじゃ。たまにな、網引いたんだけどな、しんどいの、めっちゃ腰痛くなった。ヒーヒー言ったぞ、ほんまに。で、ね、毎日しとったら慣れるんだけどな、めったにしてないからな、たくもに息がハハ言いやがってな。さあ、もう帰るぞ。今日はな、やっぱり宅村の予想通りな、魚がな、いっぱい出てきたの。情報によるとな、タチウオもたくさん取っとる船もあった。マナガツオもたくさん取っとる船もあったと。わしらの船はな、朝の一発目でタイがちょびっとあったぐらいでな、昼からはあんまり取れなんだな。ちょっと網の具合もいまいちだったしな。でな、船で作っとったな、新しい網、要するにな、お尻のとこをちょっとすぼめたらな、もうちょっと網がすぼむのが早くなると、その網に変えようかということでな、ちょっと早く変えてきてな、網の交換じゃ。ほんでタクモネは偵察、みんなどんな魚をどのぐらい取っとるんかの。でこれがまたな、大事な情報なんだ。お、あの船がこんなに魚取っとるの、いやこんな魚が出てきたのとかいうことをな、船長さんに情報を入れることによっての方法、あいつらやったらこの辺で魚取ったんかの、いやこんなに取ったんかのとかな、いろんな情報、それがまたな、明日じゃあどこ行こうか、どんな網しようかっていう情報源になるんじゃ。白浜の泳ぎ、え、白浜台の泳ぎ、そうなん、すごい冷たい、冷たい、冷たい、珍しいやん、あ、すごい、超高級魚だからな、アマダイ、しかも白アマダイって言うんだ。これな、生きとるのも珍しい、白いの本当に珍しいんじゃ。たくもね、これにエピソードがあってな、昔な、底引きやっとった時にな、針が引っかかってきたんじゃ。で、その針にな、アマダイが食っとったと。で、それを釣り上げてな、なんか顔色悪いの、白いの、もうなんか血が色抜けてな、白くなってな、腐っとるんじゃないかと思ってな、大きなアマダイだったんじゃ。たくもね、それを海へぽーいと投げようとした。おった親父、おい、ちょっと待って、ちょっと待ってと。何をするんだって。そのアマダイ、むちゃむちゃ高級なんだよ。え、何言ってるんだ、親父。アマダイってピンク色だろ、これは白いよ。もう腐っとるんじゃないかと思って。違う違うと、白アマダイっていうのがむちゃむちゃ高級なんだって言ってな、もうちょっとで捨てそうになったぞ。タクモネじゃ、タクモネ今日も行ってきたぞ。タクモネ、マナガツオな、大量に取れるはずだったんだ、取れるはずだった、もうあるのは分かっとった。でもな、俺らの船は取れなんだ、他の船は通っておったぞ。明日も行くぞ、タクモネと。魚もな、ちいちゃいより大きい方がうまい、細いより太いのがうまい、若いより熟女が好き、暴れん坊タクムネじゃ。これ見よ、卓上じゃ、卓上をついて船に乗る人なんかめったにおらんぞ、タクムネじゃ。タクムネ完全に漁師モード。明日も行くろ、マシャラ、明日待っとるや。じゃあな、暴れん坊タクムネ、登録よろしく。じゃあね、バイ。